この度は開幕前に行った順位予想があまりにひどい結果で終わったことをお詫びいたします。昨年の順位予想では30球団中16球団の順位を見事に的中させ、動画投稿者として3年目、確かな成長を感じていたところではありましたが、今年の予想については30球団わずかに7球団の的中、正直なところ自分の予想に対する過信が全くなかったといえば嘘になるでしょうし、また少なくともこの成果で過信がなかったとご説明することが難しいことも私自身も理解しております。今回は各地区別に特に誤算だった点を中心に順位予想を振り返ります。まずは AL 東地区となります。最下位レッドソックスの予想を当てたのみで、それ以外は全て外れです。予想ではブルージェイズの戦力を高評価し地区優勝予想。昨年の王者ヤンキースもジャッジが2年続けて MVP レベルのパフォーマンスを見せることは難しいと考えたものの、それでも昨年99勝を挙げたチームが急激に落ちることもないだろうと考えての2位予想としましたが、実際には4位予想のオリオールズが地区優勝、2位レイズ、ブルージェイズ、ヤンキースの順が正解でした。AL 東地区で誤算だった点を挙げれば、やはり一番最初に出てくるのはオリオールズがこれほどまでの強さを見せた点でしょう。ラッチマンやヘンダーソンを筆頭に若手野手陣の躍動、オハーンやヒックスといったベテランの再生、さらには盤石のブルペン陣が特に印象的なチームでしたが、さすがに開幕前は先発がまだまだ苦しいと正直思っていましたし、実際に先発陣はオリオールズの強みでは決してなかったでしょう。そのチームが100勝以上。これは開幕時点では全く頭になかった展開でした。2点目としてはブルージェイズが思ったほどに伸びてこなかった点があります。チームのバランスは良いと感じていましたが、ゲレーロジュニアの不振などで打線が例年ほどの強さを見せず、プレーオフには滑り込んだものの思っていたほどの強さではありませんでした。ここ2年間ブルージェイズの戦力をいつも開幕時点では高く評価していましたが、なかなか期待通りの結果を得られていません。そして誤算の3点目、ヤンキースは90勝はできる戦力があると考えていましたが、実際には勝率5割をかろうじて上回った程度。今季はジャッジをはじめとして主力選手に故障者が相次ぎ、特に先発陣に至ってはサイ・ヤング賞に輝いたコール以外ほぼ全滅と苦しい1年となってしまいました。むしろこのチーム状態で5割は超えてきたあたり、万全なら予想通り90勝は上回ったんでしょうが、ここまで怪我人だらけだとどうにもなりません。地区全体の感想としては、オリオールズが地区優勝した時点で予想は相当に難しかったとは感じております。続いては AL 中地区となりますが、中地区は全ての予想を外しました。ガーディアンズの投打のバランスの良さを評価しての優勝予想。ツインズもプレーオフ争いに加わるだろうという考えでしたが、優勝したのはツインズ。ガーディアンズは3位に終わり、その他ではタイガースが2位、ホワイトソックス4位、ロイヤルズ最下位という結果でした。AL 中地区で誤算だったポイントを挙げれば、やはりツインズとガーディアンズ。優勝予想はほぼこの2球団に開幕時点でも多くの方が絞っていて、私も同意見でしたが、その選択をまず誤ってしまった点があります。ツインズがより強かったのは事実ですが、それ以上に今年はガーディアンズの苦しさが目立ち、自慢の先発陣ではビーバーやマッケンジーら主力組が故障に悩まされ、打線では本来長打力をプラスするはずだった新加入のベルやズニーノが全くの不発。結果チームのホームラン数が MLB でぶっちぎりの最下位とパワーレスすぎたのも大きく足を引っ張る格好となってしまいました。また中地区全体に言える話ですが、今年から全球団と対戦するスケジュールに変更となった結果、他の地区とのレベル差が露呈してしまい、優勝したツインズを除けば全チームが勝率5割未満。2位以下の順番が必ずしもチームの強さの順番を正確に表しているかと言われると微妙な部分もあります。ただその中でも昨年4位に終わり、今季戦力的に厳しいと考えていたタイガースが2位でフィニッシュ。得失点差も考慮するとやや出来すぎな感はありつつも、昨年の惨状からよく立ち直ったという印象もあります。その一方で今季若手の成長に期待したロイヤルズは106敗。再建中ながらも年々さらに成績が悪化しているのは気がかりな状況です。地区全体の感想としては、ツインズの優勝予想を外した点は選択ミスと言えそうですが、2位以下が勝率5割未満の争いとなってしまうと、正しく順位を並べることは難しかった部分もあろうかと感じております。続いては AL 西地区となりますが、こちらはアストロズの優勝予想とアスレチックスの最下位予想の2球団的中となりました。しかしながら開幕時点では昨年以上のチームを用意したはずのマリナーズは3位フィニッシュ。その隙にローテの耐久面の不安が大きいと思っていたレンジャーズが優勝争いに最後まで加わり、プレーオフ進出。さらにはワールドシリーズ制覇と全く予想だにしない展開となりました。AL 西地区で誤算だったポイントを挙げれば、とにかくレンジャーズを舐めていた点でしょう。シーガーやセミエンを連れてきた2022年は再建状態はやや出した感はあれど、それでも94敗していまして、いくら昨年オフに追加で投手陣も強化したからといってまだまだデプスには欠ける。投手陣も故障リスクの大きい選手たちばかりですので、5割がまずは目標だろうと思っていたら、野手陣が想像以上どころではない頑張りを見せ、シーズンの大部分首位をキープ。最終戦で地区優勝を逃してしまいましたが、今季西地区を牽引したのは間違いなくレンジャーズでした。これに関しては本当にすみませんでした。また本来だったらアストロズが例年ほどの強さを見せなかった今季、レンジャーズのポジションにいたかったはずのマリナーズは昨年以上のチームを用意したにもかかわらず、今年も調子の波が激しい年となってしまいました。補強組がことごとく仕事をしなかった点が大きな要因ではありますが、投手陣は盤石ながらも成績のアップダウンが激しいようでは真の意味での強豪球団の仲間入りはまだ遠い印象です。そして最後にエンゼルスも誤算だったと言わざるを得ません。確かに良くてプレーオフボーダーくらいのチームだと思いましたが、それでもオフの間から着実にデプス強化に動いていて、またシーズン中も故障者が発生すればすかさず穴埋めに動いたりと、補強の方向性自体はおかしくなかったと思いましたが、それ以上に故障者が続出し、運に見放された側面が強かったです。大谷ラストイヤーという一番うまくいってほしい年に何もかもが悪い方向に転んだのは不憫でした。地区全体の感想としてはレンジャーズの躍進を読めなかった時点で積んでいましたが、それ以外の順序に関しては間違っていなかっただけに、2年続けての大型補強を信じることができていたら、もっといい未来はあったでしょうか。ではここからはナショナルリーグに移り NL 東地区。こちらもブレーブスの優勝予想、ナショナルズの最下位予想の2球団的中となりました。ブレーブスは盤石と考えていましたのでそこは的中しましたが、しかしブレーブスと共に優勝争いすると考えていたメッツが順位を大きく落として4位。空いたところにフィリーズ、マーリンズがそれぞれ上がってきた年となりました。NL 東地区の誤算はとにもかくにもメッツです。本当にどうしてこんなことになってしまったのかと問い詰めたいほどです。昨年は101勝、直接対決の差で地区優勝こそブレーブスに譲りましたが、ブレーブスと同率だったチームがオフにさらにバーランダーや千賀選手を加えるなど補強も積極的で、今年もブレーブスと熾烈な優勝争いを繰り広げてくれるものだと思ったら、まさかの序盤から大こけ。そして夏のトレードデッドラインでは契約が今季限りの選手を売るだけではなく、シャーザーや獲得したばかりのバーランダーまで放出するなどすがすがしいほどにしっかりとした売り手に回って浮上の可能性が完全に消失した結果としての4位でした。フィリーズ、マーリンズ、ナショナルズの順序関係自体は合っていましたので、メッツが昨年くらいだったらそこまで間違っていなかったはず。なので本当に今年の NL 東地区はメッツに予想を大きく狂わされた1年だったとしか言えませんね。その他では誤算と言えるほどではないかもしれませんが、開幕前に上位予想した3チームを脅かすほどではないと考えたマーリンズが、アルカンタラの不振やチザムの怪我などありながらも、補強したアライスの活躍などもあって想像以上の強さを見せ、フルシーズンでは久々のプレーオフ進出を果たした点は強いて言えばありそうですが、順位予想という意味ではとにかくメッツが全く予想とは逆のシーズンとなってしまったのが響きました。続いては NL 中地区。こちらはパイレーツの4予想が当たったのみで、的中1球団、カージナルスの総合力が地区トップと考えての優勝予想でしたが、まさかの最下位。実際にはブルワーズが優勝、ダークホース予想のカブスが2位、レッズ、パイレーツと続きました。NL 東地区に続き、この地区もカージナルスが本当に誤算でした。こちらも一体どうしてこんなことになってしまったのかと。プホルスとモリーナ2人のレジェンドが引退しましたが、打線の破壊力はリーグトップクラス。投手陣にやや不安を抱えている印象は開幕前からあったものの、それでもこの戦力を抱えて最下位予想はできるはずもありません。むしろ開幕時点でカージナルス最下位予想は逆張りが過ぎます。メッツ同様、カージナルスも序盤からこけたことで準予想は大きく狂わされました。カージナルスに代わって優勝したのがブルワーズでしたが、ブルワーズに関しては打線が鍵と思っていたところ、今季その打線はリーグ最低レベルのパフォーマンスながらも優勝してしまったのは考えていた展開と異なるものでありました。投手陣が MLB トップの防御率を叩き出す、まさに投手陣の暴力でそのまま地区を制してしまいました。これもいろんな意味では誤算でしたね。また NL 中地区全体の印象として、今年は近年下位に沈んでいたチームたちがシーズン途中、大型連勝で一気に浮上し盛り上げたのも印象的でした。ダークホースとして予想していたカブスは夏場も超えてコンテンダーとして戦えたため、シーズン最終盤までプレーオフ争いに加わりましたし、それ以上にサプライズだったのがレッズ。まだまだ再建の1年と考えていましたが、6月の12連勝で一気に浮上し、そこから転落することなくシーズン最後まで維持してくれとは思いませんでした。トッププロスペクトの野手たちが次々とメジャーに昇格し、多くがすぐに結果を出したあたり、チームの未来は明るそうです。4位のパイレーツもシーズン序盤は上位を走るなど中地区の雰囲気が徐々に変わりつつある、そんな年だったのかもしれません。そして最後は NL 西地区。こちらも最下位ロッキーズの予想が当たったのみでした。ドジャースが編成的にやや後退気味、逆にパドレスが相変わらずの大型補強でドジャースから地区を取るなら今しかないと思いましたが、今年もドジャースが優勝でパドレスは3位、2位には若手の成長著しいダイヤモンドバックスが浮上し、4位ジャイアンツという結果でした。NL はここまで各地区特定の1チームが予想を大きく狂わせる結果となっていますが、西地区はまあ当然ながらパドレスが大きな誤算でした。得失点差は NL で3位とチーム力の高さ自体は証明しましたが、これでもかというレベルで接戦と延長戦に弱く、シーズンの大部分ギアがかかりきらない、なんとも消化不良な1年となってしまいました。コンファペイロールを削減すると報道も出るなど大きなチャンスを逃してしまった感も否めませんね。戦力的には一番地区優勝を狙いそうだったパドレスがこうなってしまうと、まあこの地区では当然のようにドジャースが優勝するわけですが、ただ今年のドジャースみたいに編成面でやや後退しながらも当たり前のように100勝されてしまうと、正直もう叶いません。NL西地区は2021年を除いてずっとドジャースの天下ですが、今年ですらこの結果だともうしばらくこの感じが続きそう。今季 FA で大谷さんが来るようなことがあれば他4チームはご愁傷様といった具合です。ただ今季の西地区は最終的にはドジャースが優勝するというおなじみの結果で終わったものの、途中大きく盛り上げたのがダイヤモンドバックス。2021年の110敗から昨年大幅に再建を前進させた印象でしたが、今季は新人王にも輝いたコービン・キャロルの活躍を筆頭に若手の活躍が光り、シーズン中盤は一時首位を走るなどして2017年以来のプレーオフ進出、NLDS ではドジャースをスイープ、NLCS では昨年のリーグ王者フィリーズを下してワールドシリーズまで駒を進める展開には本当に驚かされました。開幕前の時点ではジャイアンツとダイヤモンドバックスの順位が入れ替わるかもなんて話はしましたが、それどころではなかったですね。基本的に予想にあたっては若手主体のチームはあまり信用してこなかったのですが、今季は MLB 全体でそういったチームの躍進が目立ち、今後の予想にあたっては今までの価値観を見直した方がいいかもとも思った次第です。ということで、調子に乗った人間が見事に痛い目に遭う今年の順位予想の結果でした。今回の7球団的中は今までの順位予想で最低の的中数ということで、本当にしっかり反省しろということですね。まあ正直なところこれはどう転んでも予想できないみたいな展開もあったんですが、それにしたって来年はもう少しまともな的中数としたいものです。来年は頑張りましょう。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。